回戦1番テーマスタート。はい、ということで今回はですね、自分が協賛させていただいておりますカードショップポンポコさんの方で、開いております。今現在月2回で、ま、月4回開催までね、増えることになったんですけど、日本やり CS というものを開かせていただいておりまして、そちらの本戦の様子をお届けしていきたいと思います。右手のプレイヤー、この穴からマルルを使われているのが、ザワザワ森の頑固選手ですね。対する左手のプレイヤーは皆さんおなじみ、デュエバサやデュエチューブリーグ、などでフェアリーチャンネルなどでもおなじみの、ドラ焼き選手ということで、使用デッキは、まあ、もう今となってはもう文句なしのティア1、マーシャルループとなっております。でただ2ターン目にキールロワイヤルみたいな初動ができてなかったので、ザワザワ森の頑固選手が先行でしっかり動いていけて今優勢かなといった状況。3ターン目はマルルはないんですが、デドダムからのライフということで、はい、まあ2番目ぐらいに強い動きがね成功しておりますという感じで、早速 7マナクライマックス仕様がロストソウルみたいな圧がかかりましたね。でドラキ選手ここ一歩遅れてのエメラルドクーラー着地という感じで、まあ4ターン目のキルを狙っていきたいといったところではあるのですが、まあ、ここでロストソウルなんて食らってしまうとかなりゲームがもう終わってしまうような感じですが、しかしここはガイアシュカイザータップインからのガイアシュカイザーということで、まあ、最悪の展開は免れましたね。なので、まあ、ただ逆に言うとドラキ選手このタイミングでしっかりとマーシャル出してソリティアでフィニッシュまで到着できない場合は、まあ、もうぼちぼちキーナリーとかジウォッチみたいなのがちょっとどんどん面倒くさいことになってきそうなので、まあ、なんとしてもここで決めたいといった ところで、まあ影世界の仕組みをプレイして3枚めくりました。しかしそこにマーシャルクローラーの姿はなく、はい、で手札から出すのがキールロワイヤルということでシールドを1枚確認して加えなければワンドローということで、はい、ジャストダイバーで出てきましたと。まあ、これハイパーカーしてもまああのあれですね、クーラーが寝てそこにクラジャーが当たったりするだけなんで、まあ寝かせ損ですねという感じ。さあここで、ザワザワ森の頑固選手は、マルルをプレイしていきました。で山札からカードをめくっていくのですが、ここにはなんとですね、なんとというかまあ割と順当なんですけどデドナムの姿がありませんでしたと。おっとこれはとね感染してて思ったんですが、一応山札の内容が把握できましたね。はい、ザワザワ森の頑固選手視点でこれで何がもうシールドにあるか分かったと。で3マルで手札からデドナム、さあこれは要はマルルが仮に外れたとしても手札からデドナムプレイできるから、まあ、このマルルは当たったらラッキーぐらいで考えてたってことですね。でこのデドナム召喚によって結局マルルのトップ見る効果っていうのは使えるので、まあまあ、上振れてもう1枚が山にあったらラッキーぐらいで出したがなかったと。でそのまあ、リカバリーとしてですねこの余剰の2マナがあるので VT が当たるから、まあ、今のマルルは別に出してもいいよねというね素晴らしいなんていうかリスクリターンのね嗅覚でしっかりとねここは、最大値に近い動きを通すことができた。さあ対するドラキ選手、やはりこのマーシャルというデッキ 5000VT1 枚で積むわけではないんですけど、まあ、明確にロッドゾージャーみたいな感じで1ターンは取れるんですよね。でこの取ったターンを穴から側しっかり増えたリソースでどうやって勝ちにつなげていくかってところなんですけど、さあここ7マナでおっとクライマックス障害、しかしクライマックス障害ですと、まあ、普通にあれですねガレクとか踏むとちょっと怖いんで、さあ2枚ドラキ選手はすでに見た盾を選択しました。落ちたトリガーとしてはアトランティスが落ちましたね。で残った2マナを使って、追加の VT を出していくと。はい、でトップを、マルルの効果で見て手札に加えて、ここはターン終了ですね。これ非常にポイントなんですけど、まあ、別にこのターンでクラジャで殴っていってクラジャとかで殴っていってもいいんですけど、 VT で1ターンもらえてるので、例えば、この帰ってきたこのターン のドローとマルルのトップ込みでここでキーナリーとかそういったカードが見えたらそれを出しながら殴ってあげた方がより強力っていう、そういった判断で、ここは別にマルルの結果移管によって、まあ、走ったりすればいいかって感じで、多分地粒子が、ね、ハンドに加わったんで、じゃあこれも一旦待とうかみたいな。でこれ結局 VT がハンドに加わったんで、じゃあまあもうこれ以上は待てないので殴ろうという感じですかね。でデートダメで1点、複数面のトリガーを同時に踏むことを、考えて、これは1点ずつといった感じで殴っていったんですかね。でデッドダメで1点と。さあドラキ選手これガレックとかでしかも肥やし蘇生蘇生みたいな感じでうまく落とさないと厳しいといったところで、何もなく、なかなかちょっと自分のやりたい動きを通せないまま、貫通されてしまったということで、準決勝に、駒を進めたのはざわざわ森の頑固選手でした。はい、ということで準決勝ね続いて見ていきたいと思うんですけど、右手のプレイヤー、これはまたマーシャルなんですけど、カイザ選手ですね。 YouTube リーグでおなじみのカイザ選手、対する左手のフェアリーアジサイのプレイヤーだったかな、はアスカリア選手ということで、こちらの方はかなりですね
ブレスラチェーンループの使い手ということで、よくね CS でもブレスラチェーンを使って語れている方で、ブレスラチェーンの名手ということなんですね。まあ、お互いソリティアデッキの勝負となったんですが、ブレスラチェーン側2ターン目に動けてないのでちょっと厳しいかといったところで、カイザ選手2ターン目のクーラーではなく3ターン目しっかりキールロワイヤルという、まあ、実質2ドローねできるキールロワイヤルからしっかりと初動していって、4ターン目キルを狙っていくような構え。それに対してブレスラチェーンを使われているアスカディア選手はここで初めてフェアリーライフで初動に成功といった感じで、まあ、ちょっと出遅れてますね。最速でもあと2ターンかかりますね、フィニッシュまで。なのでカイザ選手は先行5ターン目までにソリティア仕切ることさえできればといった感じです。ジャコン転生1枚チャージして3マナでプレイしていくカード、もちろんマーシャルクイーンですね。はい、素晴らしい。さあこれで仕込んで仕込んで、俺ちなみにこれ分かんなくなるんだよな、これよくみんなできますね。はい、マジで苦手ですこれで。3枚見て、分かんない盾がから2枚取りました。で全部トリガーということで、さあ素晴らしい。しかもジャコン転生仕組み、で、ガレックということで、もう鬼のように強いですね。さあ何から解決していくかといったところで、まずは、仕組みを3枚、仕組みで3枚めくって、マーシャルとか、まあ、キールとかクーラーとか、まあ、カシオレ、まあ、何でもいいですけど、まあ、ちょっとガレック落ちましたね。まあ、ただこれキールロワイルが出ましたと。で残ってるのがジャコン転生、キールロワイル、ガレックとかって、でジャコン先生の効果使って、3体これで破壊できたんで6ドローまで伸びますね。はい、で残ってるのがキールロワイル、ガレックって感じかな。はいですね。で6ドロー、さあさっきの、仕組みで1体増えたのでね、かなり、キールのドローも合わせて3ドローまで増えますね。で、これで、キールロワイルの1ドローを減った後にガレックの、3小屋子を使って黄色ロワイヤルとマーシャルを出しました。で出た時の効果でまずキールで立てみて、これよくこれ覚えられるよね。俺覚えられるんだよなこれ、すげえよなこれ。俺まだマーシャル最近仕事ばっかしてて使ってないですけど、よく覚えられるよなこれ。すんごい、もう新曲制弱とか本当にやつだから、ペンさんこれ使ってるのうまそうですよね。はい、マーシャルで、はい、トリガーが3枚ですね。まずは、過激弾を使ってマーシャルが1体いるのでワンドローしてプレイしていくな。さあマーシャルが追加で出てきましたと。ジャコン転生を使いまして、そのマーシャルを砕いて2ドローをもらっていく。でマーシャルのストックは、2個あるのかな、2個ある状態ですね。で加えて、これでガレックの効果がありますので、2個か1個か分かんないよ。とりあえず、まあ、ガレックの効果があるんで、もうマーシャルが、ね、途絶えるということはまあないような状況まで持っていきましたよねこれで。でマーシャルのあ墓地、ガレックの効果を解決する前に、もともとストックされてたマーシャルの効果を解決して、3枚見ましてプレイしていくカードが、カシオレと、これは過激弾かな、うん、過激弾のドローは、ないですが、手札からスプラッシュクイーン出せますね。応援してくれるみんなが元気をくれるで、まず2ドローして、これで、マーシャル過激弾使って、ワンドローはない、ドローはないですね、ガレックは、あれ、スプラッシュクイーン、じゃないんでね。はい、で、キールロワイルが出たと。で、キールの効果でまず盾を見まして、これで盾をすべて、確認できた状態。俺だったらもうこれ、うん、完全に忘れてます。今見たやつ以外すべて忘れてる自信があります。本当に苦手なんだよな、こういう記憶がね。はい。で、でガレックの効果で、蘇生ということで、カシオレ、マーシャル、マーシャルということで、カシオレでトップの2枚を見て、今、キーパーツを探してる、オカンナがマナにあるんで、まあ、ベルヘルデスカルあたりを探してる感じになるのかな、学校とか。うん、で、マーシャルの効果を1回使って、ですね。はい。さらにまだマーシャルの効果残ってるような、状態です。さあ、ベルヘルデスカルありましたね。で、アイチョイスと、応援してくれるみんなが元気をくれるで、これで2枚ドローしました。で、アイチョイスの効果をここで使って、ゾンビカーニバル使って、選択ゴーストですね。で、ゴーストがね、墓地から帰ってきました。でですね、マーシャルクイーンの効果を使って、さあ、ループにいよいよ入っていけそうですね。学校が落ちておりますと。3枚見て、ガレック、ガレック、アトランティス、さあこれでループの盤面までいきそうですね。さあガレックの効果を使って、これは蘇生機械だけを選してというマイナス蘇生みたいな感じかな。で学校のところでマーシャルを砕いて、もうこれでガレックの効果使って、ハッピーセット進化元とマーシャルと学校とここを蘇生しまして、そこを砕いてマーシャルのストックを保持した状態でアトランの効果を使って2位の、敵のクリーチャー1体を残してと手札に戻しまして、でベルヘルデスカルの効果が残っているのでオカンナを回収しました。
でループの証明に入ってそちらの山札がなくなりますよというのがこれ先行4ターン目の出来事ということで、海田選手見事決勝進出ですね。はい、素晴らしいデュエルでしたという感じですね。まあ今のデュエルマスターズ、まあこんな感じですね。大体どこの CS 行っても大体こんな感じ。さあ決勝戦ですね、先ほど語られたざわざわ森の頑固選手 VS 海田選手の試合ですね。さあ見事、先行勝ち取っていったのはざわざわ森の頑固選手。さあ、これはまず初手のチャージはなんですけど、クライマックスジャオが、お指綺麗ですね。さあ お互いね指が綺麗ですね。さあすごいですね、マジシャンみたいな手つきですね。さあ、過激弾をチャージしてターン終了。さあざわざわ森の頑固選手、しっかりとこれ、マルルをチャージし、そしてフェリーライフルということで、さあサキさんマルルなるかといった感じですね。はい、デッドダムのプランであればちょっとここで水文明が落ちなかったのはちょっと嫌だなってなる、タイミングですよね。マルル使いの人はあるあるだと思うんですけど、さあここで海田選手、しっかりと、エメラルドクーラーですね、なんかプロモンになるらしいですけど、はい、で、ワンドローしましたと。さあこれはザワザワ森の頑固選手、VT をチャージして4コストひねってということは、さあ、違うエースカラスの下面 の、 鏡ですね、2ブーストして、2枚まで回収できるということで、さあここで回収をするかどうか考えるが、ロストソウルみたいな圧をかけるのであれば回収しない方がいいという話はあって、はい、ここは回収せずですね。となると次ロストソウルが来たら、まあ、マーシャル側はかなりもう負けという状況になりますので、まあ、カイザ選手目線ではもうこのターンに決めるしかないですよね。まあ、決まるわけないんですけど、さあマーシャルクイーン召喚しましたと。はい、でここで3枚手札を、はい、置く。何を置くか、いやこれ悩みますよね。もうだってロストソウル食らったらもうダメですからね。あとガイアッシュも食らったら嫌ですしね。さあここで分かんない盾をね2枚見ましたと。分かんない盾を2枚見て、おっとここでちょっとびっくりする表情。さあガレック、アトランティス、ジャコン転生、人類の夢、うん、プロプレイヤーもうでそのまま、最終的に、まあ、わちゃわちゃして、まあ、当たり前にループに入って、ザーザー森の頑固選手に、ターンが変えることはなく、分かんないピエールで、ザーザー森の、頑固選手の、ね、山札なくなってしまったという感じで、今回の日本やり CS はですね、海田選手の優勝で幕を閉じました。はい、ということで、次回の、ね、日本やり CS また、11月に開催しますのでね、こんな感じでマーシャルいっぱいいますのでぜひご参加ください。それではまた次回の日本やり CS 動画でお会いしましょう。バイバイ。